本当にいた。鼻歌なんて歌っちゃってご機嫌ね。ご一緒していい？よいしょっと。美咲くんって昔からよく一人になりたいときは屋上にいたものね。煙となんとかは高いところが好きだものね。さっきの授業、真剣に聞いてなかったでしょう。わかるわよ。何年あなたの授業を受け持ったと思っているの？美咲くんって授業に集中していないときは大抵天井を見上げているんだもの。ぼーっとしちゃってさ。知らないの？昔ね、屋上からバンジージャンプやった子がいたらしくて。それ以来、屋上は使用禁止になったそうよ。そしてそのバンジージャンプをやった子なんだけど、
その子の名前、三崎翔くんと言って、喉乾いてたのよね。これは楽しみに撮ってあるのに。
こらこら、まだ6時間目があるでしょ。それに部活指導も残ってるわ。そういえば、兄様、今日のお昼はどちらで？ご一緒しようと思って、さゆきと探したんですよ。曲がっています。終わりました。どういたしまして。いえ、何もつけてませんけど。さゆき、さゆき、どうしたですか？具合悪いですか？
大丈夫。ありがとう、お兄ちゃん。財布機。みんな、ごめんね。心配かけて。お昼はあんなに元気だったのに。体育ってこれからなの？今日は無理をせず休んだ方がいいわ。お兄ちゃん、保健室に連れてって。私、抱っこがいいな。さゆき、甘えん坊ですね。そんなことないよ。
本部でいいからね、お兄ちゃん。それ、女の子には褒め言葉だよ。やだ、どうせならもっと可愛い例えに。っていうか、どういう例えだよ、それ。Hehehe